そうなんです。今回このナンバライティセンターナンバライティ公演でセンターをさせていただきました。わかんね、離れてしない。今あるやろ、なんかマスク外さない。そうなんです。今回センターをさせていただきました。センターかっこよかった、よかった。そう、1曲目のね、1曲目がネタバレなるか、まあ、言っていっか、今からネタバレします。私アーカイブ見る人は一旦来てください。3、2、音量下げてもらったら切らんでもさ。そう、1曲目、そう、 Be Happy でね、そう、もうかりんさんがセンターの曲ですよ。そうでね、かりんさんにもわ、なんかマイティがやってくれるのが嬉しいみたいな言ってくださってね、嬉しかった。ちょっとかりんさん意識したちょっぴりかりんさん意識してやったんですけど、そうなんよ、みんなに言いたかった早く。そう、今まで私なんやろ、あのウィルビーとかフーアがおらん時にアンダーでセンターっていうのは、お疲れ様でした。お疲れ様でした。小池のさ、はい、タイトルのさ、ギリギリ感がない？ある？あー、ちょっとみんな待ってね。アイカって一番最後に出てきてるすいません、配信中で。あ、全然大丈夫、全然大丈夫です。全然、ちょっとみんなごめんなさい全然大丈夫です すいません。そう、何やろ、何話したっけ。そう、アンダーでセンターはあったけど、何やろ、初日からセンターに立つっていうのは自分のとってすごい目標でもあったから、それが叶ったのは嬉しかった。みんなに早く言いたかったよ。お疲れ様でした。ありがとうございました。そうなんです。ウーカさんが振り付けしてくださって、泣かすなよってな泣かしてへんし泣かしてへんし、泣くなよそう、意外やったんかな、どうなる、意外やったと思う。私かーいってなったかもしれへんけど、あ、じゃんけんはねガチですよ。あ、秀本さんありがとう。あ、そうだから、お披露目ぶりやね、お披露目のあの夢逃げぶりです。あ、秀本さんくもありがとう。懐かしい、最後のセンターおめでとう、ありがとうございます。嬉しいね、こうやって。ゆうかくまたはありがとう、応援もありがとうね、来てくれて。見えてたよありがとう、ゆうか。 DMM で見て泣いた、泣いてくれたの。ねえ、楽しかった。そうで、今回青春念仏はね、このみんさんが振り付けしてくださって、え、なんかさ他にもあったよな、このみんじゃの以外、嘘つきマシン以外、嘘マシンさん号機、そうや、そうや、妄想マシンの時も私キュンマートので振り入れだけ行ってたから。あ、そっか、おったんや。そうなんです、振り入れだけ行った時にコノミンさんだ、2度目ましてですね。特にお話はできてないんですけど、これのしていい、これかこれやったらどっちがいい。どちらもいい、オッケー、振り素材やから。そうやな、ワカニャンの影が入っちゃった。そう、じゃんけんもね、リハーサルから私結構買ってるんですよね、なんでか知らんけど。わ、ともちもくまありがとう。好きだぶしって泣く好きだぶしはでも確かになんか泣けるかも、泣けるかもしれん。そう、好きだぶしのセンターも初めてできて嬉しかったでこれちょっと嫌。うん、あ、待って、もう一回、こっちとこっちとこっち、どちらも嫌
あ、キムケンさんもそばありがとう。そんな食べたなるやん、お腹すいた。きつね。そう、私ね、コノミンさんの振り付けが好きなことに気づいた。もう今回の青春念仏とかむっちゃ好きむっちゃ好きです。なんか最初の青春念仏って振りがなかったからこそ、なんかどんな振りやろなって曲だけで聞いてて、でもその私の想像とちょっと似てる感じやったんです、この青春念仏の振りが。びっくりした。実家に帰らず公園行きたい。しかも年末はみんな、そうね、幼稚帰ったり実家帰ったりする方が多いかも。はじめまして、職員さんありがとうございます。そうとかね、ほんまにサンキューとかもありましたし、ぜひね来てほしい公演でございます。次いつかはまだ発表されてませんけど、そうユニットもどう、びっくりしたでしょ、びっくらこいたでしょみんなあんなまいちゃんがプリプリーしてしてる感じ。お疲れ様です。こんばんは。今夜お疲れ様、ありがとうございます。ノブマットは気にすんな。やばい。そうよ、ほんまにサンキューもまだ1回しか披露できてなかったので。そう、ハートの独占権ね、グッドタイミング意外やったでしょ。安心公演お疲れ様、ありがとうございます。ニヤニヤしてた。そう、あのユニットがグッドタイミング、そう、しかも着るなら紫かなって、まさか多分タイプ的に。でもね、ピンクでした。でももうなりきろうと思ってプリプリ頑張ってきたですけど、どうでした？そうそう、妹がミルキーさん側でしたね。来て、来てほしい。アンコール、新衣装というか T シャツに、まあ、あのパニエはね衣装さんが作ってくださったやつなんやけど、めっちゃ可愛いよねあれ。私やった、マジ。ふっふっ、隣の声はまいちゃんです。はじめまして、初見さんありがとうございます。最近ピンクを着る機会が多くて、でも自分思ったのは、オールマイティって言うてるんやったら、肩書きなんていうの、肩なんていうの、私は何系のかっこいい系のアイドルですとかにとらわれずに、何でも着こなせて、歌いこなせる、踊りこなせる人になりたいなと思って、こういうかわいい系とかも垂れ目に今顔の全部出そうになった。ピローさん、星爆弾ナンバライティマジセダ、お城立った。そうだよね、ピロ城立った。ありがとう、後輩としてピロ城、ピロジョーありがとう。ピロさん後ろありがとう。ピロジョー建設建設ありがとう。あ、マキちゃんクマありがとう。ネイル塗り直した、 B アイドルに。良いお年を、良いお年をよ、みんな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 。あ、マサヒゲさんも、あ、モンちゃん、モンちゃんクマありがとうございます。モンちゃんね、明日で終わるでどうしますみんな。え、そうなよ、ハート型ウイルスジッパー、ハートの独占権っていうさ、もう NMB の中でも三強みたいな、もうアイドル三強の曲を今年一気にやっちゃったんです。私どうです、どうでした入った頃の私には想像つかへんかったけど、でも楽しいなって思えるようになった。こういう可愛い曲やるのも楽しい。バレてる。わ、りょうちゃんくまありがとう。好きな虫がちょっと追い打ちかけて足痛くなってきちゃった。わ、ハッシーもくまありがとう。って一瞬なってなっただけやからね。そうだから、こう2022年の公演納めをこうやってセンター立たせていただけて嬉しかったなって思います。今日のマイティチーカワみたいだったって褒めてる、褒めてるか、チーカワやったら、チーカワやったら可愛いよ。お疲れ様でした。まずは
何が良かったかって、初日を迎えられたことが本当に良かったです。これ結構今最近またメンバーもねちょっと体調崩しがちでどうなるかなと思ってたんですけど、無事なんとかあれですけど、今日もね感染症対策は徹底しておりました。おりましたね。でもかかっちゃったらもうしょうがないけど、とりあえずなんとか迎えれたのは嬉しかった。コノミンさん、そう結構コノミンさん何回かお会いしてて、お見送りでマフラーありがとうございます、来てくださっ てみんな。うわ、やっぱりクマありがとう。ナオトさん、何これ何これ、待って、ゆくクマありがとう。あ、ゆく年来る年みたいな、ゆく年来る年なゆく年来る年、ゆく年来る年のクマタワー、ありがとう。今日も来てくれてありがとう。見てた、一番後ろやったっけ。でも見えとったな。ゆかまのぶさん、ラブレター、ありがとう。ゆく年来る年、ゆく年来る年タワー。あ、またラブレターありがとう。合ってるかな。レインボーローズもありがとう。そうよ、ウィルビーとかでは待ってました、新学期になると端っこで踊ってたのに。いつの間にかこんな可愛い。だからほんまにどんな曲でも人が変わるようなアイドルになりたいなと思った。2022年マイティ応援。前もほんまにね、2022明日あれしようかな、ルーム、ね、忘年会配信的なルームで。この前コラボしてた人どういうこと？コラボしてた人とは。こんばんは。ね、よかったね、ほんまに。ね、本当に公演無事にできて、本当に。そう、あのね、何がね。ほんまに迎えられるかがすごい不安だったから。いや、楽しかった、とにかく。マジで絶対コロナになりたくない。わ、ピロさん、だるまいっぱいありがとう。ずっとマスクつけてるし。マスクも外さず、公演終わった瞬間に手洗ってうがいもしました。2回手洗って、あ、キムケンさんもいいよ、みんなありがとう、いっぱいギフト投げて、これはお疲れ様のあれかな、みんなありがとう。としても絶対手を洗うし、バイバイ、良いお年を、良いお年を。そう、ワロタの煽りはなんかね、私なんやろ、ナンバラエティやから何でもいいか、何でもいいっていうか、いっかと思って、普通だったら笑えとかやけど、何て言ったっけ、笑ってくださいみたいな変な煽りをして、でも好評やったから、リハでやってむっちゃ好評やったから、本番でもやっちゃおうと思って。もうね、この公演でね、私は私の心の奥底に眠ってたおふざけ心っていうのがもうね解放されてしまってるから、みんなが想像以上にふざけてるよ。お疲れ様でした、ありがとうございました。だから多分ね、 DMM で映りきってないとことかがいっぱいあんねんけど、なんでやねんアイドルとかえぐいで、多分もうな、何なんでやねんアイドルえぐいよな。どういう意味で、もう前なんかあいか座れとか言って四つ目指して前が上乗って、なんでやねんとか言って、映ってるかな DMM に、映ってたら欲しい。リハの時から毎日何かの上またがってきたもん、ね、そう、ずっとまたがってる、動け動け言うて。いかまなべさん、ブラボーご、ブラボーありがとう。なんでやねん、そう、江戸っ子マイティになっちゃった。なんでやねんアイドルでさ、前髪これずっとこれやったのすごない。え、それやな、あれは逆にあれでキープできんのすごいわ。ありがとう。まいちゃんをしてることが誇らしくなるなと、公演だと嬉しい、ありがとうございます。新春特別公演に行くことになりました、マジ嬉しいちょマジみんな見て、 DMM のアーカイブ見てほしい、見どころはいっぱいなんやけど、自由投稿なんや、映っててんて、楽しかった、映ってた、よかったよかった、そっか、自由投稿、いいこと前で楽しかったね、ほんまに。次いつあるか分かりませんが、みんなにもぜひ劇場で見に来てほしいなって思います。終わってよかった、正月外れた、マジか。あ、せいちゃんも久しぶり、ありがとう。うん、秀本さんもありがとう。わ、クマありがとう。
って書いてるのもフォローしてくれてる。そう、そう、そう、昨日昨日ちゃん名前ゲネが、ゲネプロっていう本番同様する衣装とかメイクとかもするゲネプロっていうのがね、本番前にいつもあるんですけど、それを渚さんが途中まで見てくださってて、もう渚あんな振り切られへんってなんでやねアイドルを見て言ってはりました。そう、もう髪の毛とかどうでもええから、とりあえずはフローみたいな感じです。頑張れって言ってたんですけど、まあ、そういうことになりますね。ちょ、まつげをさ、楽しかった、あるまつげ美容液とかちょっといい目のやつを買って、そう、なんかえ、なんていうん、エモい曲とかもあれば、初披露の曲もあるし、おなじみの曲もあるし、ほんまにね、初めて来た方にも楽しんでもらえる公演だなと思いますし、また来てください。冷た、ちょっとそろそろ帰らねばいけねえので、今日はここらで終わりますが、明日、明日じゃあ年内最後のあれします、配信ルームの、マイティールームの方で、ファンクラ、個人ファンクラブねの方で配信するので、お会いしましょう、そこで、そこで、あ、ちょ、あ、みんな明日まで、明日までにファンクラブの入ったら、私からのニックネーム&サイン付きの生写真がもらえちゃうっていうスペシャル特典があるので、皆さんよければ1ヶ月だけでも入ってみてください。あ、9期生公演に行く、あの、気になるのもわかるけど、ナンバーライティも来てちょ、成人式イベントもありますので、皆さん、もう一緒する、渡すの。じゃあ皆さん、ちょっとランキングもね、ごめんね、遅くなってすいませんでした、配信。ほな、行きます。13位ベルさん、ありがとうございます。12位マキちゃん、ありがとうございます。11位ハッシーさん、ありがとうございます。10位カワンチさん、ありがとうございます。カワンチュー、ありがとうございます。9位トマチン食センター、ありがとうございます。8位りょうちゃん、平山まい、平山まいしか見えへんけど、ありがとう。7位まさひげさん、ありがとうございます。6位りょうじさん、ありがとうございます。5位キムケンさん、ありがとうございます。4位ひでもとさん、まいちゃん看護師かな、ありがとう。ほんで3位中神尾市のなおとさん、ありがとう。3位、ありがとうね、今日も来てくれて。ほんで、2位ピロさん、ピロさん、星バクさん、ありがとう。お城もまた来てね、次こそ公園で。1位ゆうか、公園ありがとう、こちらこそいっぱい見えてたよ、ありがとうね、ゆうか。ああ皆さんありがとうございました。12時になったらまた DMM 見てください。センターおめでとうございます。泣け泣け。またモバメとかも送ります。みんなありがとうね、ほんまに。今日はまいちゃんをいっぱい褒めてあげてください。よしよしよし、ありがとう。みんなこれ、この左手みんなの手な、みんなありがとう、みんなありがとう。それでは明日、ツイッターは明日も更新するけど、ファンクラブ限定配信するので、来てね。ありがとうございました。バイバーイ。